総国3層は愛知県岡崎市産津町にあった岡崎市民休養施設である。愛知県により三河湾国定公園の単独施設に指定されていた。総国3層の完成予想図を掲載した岡崎市の広報誌8月1日号1970年7月21日、市営の国民宿舎としてセンスさんの山頂にオープンした。建設費は 約4億4000万円。岡崎市民休養施設総国産総条例により管理、運営されていた。2010年3月、市は2013年3月末で廃止する考えを発表。その後費用削減の目的から、期日は前倒しされ、2012年12月31日をもって閉館した。建物解体後の跡地は樹木が植栽され、 遊歩道を有した緑地公園として整備が行われた。郵便番号444-3513愛知県岡崎市三津那町矢沢13284番地層国3総の周辺には30種類、約3000株のアジサイが植えられている。見頃は例年6月中旬から7月中旬。岡崎市管理の林道総国釜氷千沿線に椿が植えられている。 この舗装林道は通称椿道と呼ばれている。ありがとうございます。